やばいブスって言った今。何？から6つ開封していきたいと思います。では1つ目いきます。1つ目、今回はどんなガチャガチャかな。久しぶりにスクイーズとかスライムもねちょっと触ってみたいなと思うんですが、最近結構雑貨系のガチャが多い気がします。アジン TV はいきます。オープン。おお、クリア粘土マカロンケース、ラメ入りでキラキラ可愛い。今までとちょっと違う感じかな。持ってないのかなこれ。私レモンゲットしました。あ、ちょっと違うっぽい。これまでの商品とねちょっと違いますね。ボールチェーンもついてる。おーすごい。最近ねスライムとかスクイーズよりも本当に何々ができるとかね、そういうミニチュア系を集めていて結構出番が少なくなってました。いきます。開かない。どこから開けるのこれ。うわ硬い。手がスライムまみれです。あ、ジェルだ。結構ね硬めのジェルが入ってます。うわ美味しそう。最近マカロンが食べたいんですよ。食べたい、久しぶりに食べたい。うわすごい、この弾力。本物のマカロンにこういうの入ったら絶対美味しそうじゃないですか。うわー食べたいなー。食べたいっていうことしかもうコメントが出ない。これスライムなんだけど。どうしよう。中にはラメが入ってます。この程よい感じ、この入れすぎてないところがいいですよね。やっぱりね程よい方が綺麗。材料入れすぎとかたまに動画でやりますが、やっぱりねこのぐらいの方が一番いいですよね。めっちゃ綺麗。いやこれ他のカラー欲しいな。気になってるのがピスタチオ。ピスタチオとミントが気になってます。これ私も見つけたら回してみたいと思います。かわいい。いや久しぶりだったスライム。続きまして2つ目いきます。2つ目、重い。すっごい重い。ギャーって感じです。なんだろう、でもなんか重たいとちょっと得した気分になる。当たったみたいな。これなんだろう、大当たり。この重さねスライムだと思うんですよ。これも違うかな。オープン。おお、スノードームみたいな感じ。なんだろうこれ、スノードーム感満載。商品名の方が、あ、ほお。今の何、スノードームジェルスライミーアクアドルフィン。スノードームだ、やっぱりそうですよね。この形で紫サンセットスタースノードームが当たりました。なんかこれ光りそうですよね。あ、電池内蔵で電池の交換は不可と書かれてます。交換できるガチャとできないガチャがあるみたいですね。コメント欄で教えていただいたんですが、前回過去動画で出てきたピアノのガチャはね電池交換できるっぽいです。皆さん教えてくださってありがとうございます。交換してみようと思います。でこれはどうやって使うの、どこから開くの。あー、ここはこういう風に開くんだ。ギー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 って言ってる。ギー、わお。すごいすごいすごい、いい匂いがしそうなんだけど匂いはどうかな。わー可愛い。この手裏剣みたいなトッピングパーツがね入ってます。これなんて言うんだろう、ダイヤ違うか、手裏剣で匂い、にゃ、あるようなないような不思議な匂い。うん、いい匂いしますね。香りはついてないと思うんですけどいい匂いしてる。うわーこれもやばい。プルモチのプルモチ認定です。認定されました、この子プルモチ。このね量と弾力、そしてこれがスノードームになるってすごいな。このドルフィンちゃんを入れるんですよね。入るかな、入れて、あ、入った入った。閉じると、閉じた後にキャー、手裏剣とスライムが入ってなかったわ。あー、どうした、なんかすごいことになった。ボリボリになっちゃいました。でここを抜いて押すといきます。ポチッとな。おーすごい、これリズム変わるかな。ちょっともう一回押してみます。あ、変わった、すごいすごいすごい。
めっちゃ綺麗じゃん。わー、パリピだ。世界がパリピ、すごい。これチカチカしますね。この辺りがやっぱ一番このフワンフワンしてていいかな。この感じいいですね。かわいい。ということで、スノードームジェルスライミーでした。続きまして3つ目いきます。3つ目、あーなんか、いや気のせいだと思うな。これ大体後半に大体こういうガチャ出てくると思うんですけど、なぜオープン。あーやっぱりそうだ、なぜ今来た。あれまたこれ別バージョンかな。最近この子多いんですよね。ちょっとでも顔が違うかな。あれしかもあれ今までってちょっと可愛らしいうんちくんとかじゃなかったかな。違います、あれうんちくんじゃなかった。この子すごいですよ。うっこドール、ミニラバーボールチェーン、絵文字のうっこがミニサイズで可愛いラバーマスコットになったよ。いいドールですからね。来ちゃいました。そしてこの背景のこのカレーライス感がすごく気になります。全4種類でやった。ノーマルブラウン、一番健康的なねうんこが当たりました。クールグレーはちょっとこれは体調が悪い感じですね。ラブリーピンクはなんか美味しいもの、甘いものいっぱい食べたのかなっていう感じ。何の話ですか。わあ、これは柔らかいのかな、硬いのかな。スクイーズ的にってことです。あ、硬い。これはねスクイーズじゃないですね。ラバーボールチェーンだからフィギュア系の硬さです。うん、硬い。でもちょっと触りたくなりますよね。スクイーズかなっていう。かわいい。なぜちょっと3番目に。大体こういうガチャガチャってねこの辺で置かれてることが多いんですけど、今日はもう3番目に出ちゃいました。出ちゃいました。出ちゃいました。続きまして4つ目いきます。4つ目、さあ気を取り直していきましょう。すごくピンと持ってくなこの人。皆さんちょっとここね申し訳ないです。いきます、オープン。お、洗面所、美容院の台ですか。これは美容院の台か。あ、本当だ。美容室ミラーコレクション、全5種類で各200円で3番のね美容室が当たりました。うわーおしゃれ。雑誌とかねこのトリートメントとかのこの見本置いてありますよね、よく美容室。保護シートを剥がしてからご使用くださいってことは本当に映るんだ。すごい。え、めっちゃ可愛いじゃないですかこれ。やば。あ、カメラのねこれ機材が三脚とかが映ってます。すごいすごい。ちょっとあんまりずらすとね私の顔出ちゃうんでこの辺にしときます。やばい。あなた見ますか。わお映ってる。映ります。ここが。続きまして5つ目いきます。5つ目、さあ5つ目もこれも同じような感じかな。もう一回ミラーコレクションだったら嬉しいな。一回ラインナップを見た後の2回目です。いきます、オープン。あ、形似てるけどこれなんだっけ。化粧台だ。4番の化粧台が当たりました。これはこれで可愛いですよね。ただなー、やっぱりこの洗面台欲しかった。プリンセスな感じですねこれは。いやー、かなりね鮮明に映ります。これはいいんじゃないかな。携帯用の鏡として、人前でなかなか鏡が出しにくい時ってこの手の中に収まるこういうサイズって良くないですか。こういう風にやってると分かんないから、こういうのいいですよね。めっちゃいいと思います、このサイズ。いよいよラスト6つ目いきます。6つ目、いけます、オープン。なんだろう、オナラップオナラップサウンドロップ、いいよ踏むなオナラップサウンドロップってことか。やだなー。3番からなんとなくなんか水回り系になってきたもんね。3番からこういうフィナーレを今日はたどる感じですか。対象年齢が6歳以上、8個もある。キャラボイスと DJ サウンド。キャラボイス、これなんかのキャラクターなんですか。なんかこういうオナラップっていうアニメとかあるのないか何キャラクターボイス。いやでもな、 DJ サウンドのが気になりますが、キャラボイスが当たってる。どうせならプップ言ってほしいんですけど、ここまで来たらね。
これ DJ はこうチェカ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 オナラップってことでしょ。違うもう完全なる初見ですいません。知ってる方いますか。これキャラボイスとはこう抜きます。でここ押すんですよね。ちょっと怖いな、緊張する。どんな音。えやばいブス。やばいブスって言った今何やばいブスって言った。私のことちょっともう一回聞きますね。オナラップ。あ、いろいろ変わるのか。ヘープー。ヘープーって言った。やばいブス。ほらやばいブスって言ってないこれめっちゃ失礼。オナラップ。オナラップ。これ何？なんて言ってる？2番目。やばいブス。最後はやばいプス？プスでいい？じゃあブスじゃないよね。プス？オナラプス。セープ。やばいブス。やばいブスにしか聞こえない。失礼だな。オナラプス。セープ。シェイプ？痩せろみたいな。シェイプ。やばいブス。オナラプス。みたいなことですか？こう私に向けてのお前頑張れ的なこうガチャだな。やばいブス。やばいブス。オナラップ。オナラップ。シェイプ。シェイプいや違うな、絶対2番と3番違いますね。よかったらねコメント欄かあと編集メンバー、いやこういう風じゃないのっていうテロップをよかったら補足としてよろしくお願いします。今日は癖が強いな。3番目からねスノードームまではねいつもの感じだったんだけど違います。こういう感じだった。いつもうちの開封は、いやー今回は濃い。あー難しいな。2つ選んでいいですか。今回のお気に入りガチャはこちら、ミラーコレクションとオナラップ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。